はい、どうも一般人です。というわけでね、今ね、偕楽園に来てます。めっちゃこのねライトの当たり方が怪しいですが、ちょっとねちょっとね、というわけでなんでここに来たかっていうと、あのね、もみじ谷というところに、偕楽園のもみじ谷というところにね、あのもみじ小僧がね出るということで、我々ね、わあちょっとね線が絡んだ。というわけで、あのもみじ谷というところに、あのね、今から向かおうと思います。そうするとね、なんかあのもみじ小僧っていうやつがね出るらしいんで、ちょっとねもみじ小僧が出るまで帰れま10のね撮影をやりたいと思います。果たしてもみじ小僧は出るんでしょうか。じゃあね、これからあのもみじ小僧捕まえていきたいと思います。じゃあ捕まえるぞ。というわけでもみじ谷に向かいます。それでは一回撮ります。はい、今ね我々もみじ谷というところに来たんですが、なんかね塚さんが言うには出てきたらしい。あ、出てきた。これだね、もみじ小僧。これがねもみじ小僧らしいです。ちょっとね戦ってみましょう。これなんかね40匹倒すと、あのなんかあのアクセサリーかなんか、あのあれだね、タスクがクリアされるんで、これをね40、でもこれならすぐ捕まえられんね、多分40匹。もう3匹倒したもんって、これ。あれ、一発で死んだね。もみじ小僧。やっぱ他の人もね、ドラクエでやっぱりね、もみじ小僧目当てで結構人がね、来てるようです。いや、大丈夫です。とりあえずね、あんまりこう変な格好しないで行った方がいいですよ。じゃあこのままね、どんどん捕まえていきましょう。最近なんか仙人からスタート取りしてる。そうです。40匹捕まえたら、あの別のところに行きたい。あ、こういう風にね、図鑑に登録されました。止まっていったわね。時々見かけるだね、でも。じゃあね、この調子でどんどん捕まえていきましょう。また出てくるのかな。もみじ小僧自体は弱いみたいですね。他の敵はね、ちょっと今強いところにしてあるんで、強いんですが。とりあえず、もみじ小僧自体はね、レベル低くても多分倒せると思います。じゃあ、行ってみましょうね。このまま。はい、ちなみにね、あの、普通の敵をタップすると、やっぱり普通の敵しかね、多分出てこないですね。あの、マップに出てる状態で、もみじ小僧じゃないと、もみじ小僧がね、出てこないみたいです。ちなみにね、どういう心が出るかっていうのはね、ちょっとまだわかんないんで、ちょっと他の人がね、心 S とか取った場合は、あの、見てみたいと思います。じゃあ、この引き続き捕まえましょう。はい、ちょっとね、もみじ小僧が匂い袋で出るかどうかをね、今、ペイさんが検証してます。で、これもみじ小僧、出たやつってわかんだっけ？わかんない。どうなのか、ちょっとね、今、一匹は普通に出てきたやつだったね、多分。こっちのやつは出てない。次のやつが。この一匹は出たやつ？多分普通に出た、普通に出たやつですか。私も駐車場から今離れてますので、ツアーが来たね。もみじ谷に、ね、ドラクエツアーなのかもわかんないですそんなわけないよ。なんで自分の子供の匂い、1匹は出てきたの、こっちが。違うもん、普通に。じゃあこれが出て、消えてから、次のもみじ小僧が出るかどうかでいろいろ変わってくると思います。あれ、まだ効果持続してるよ。あ、出てこないね、多分これは、うん、出てこない。というわけでね、あのなんとモミジ小僧は匂い袋を使っても出てこないっていうことがね、発覚しました。皆さんもね、気をつけてください。じゃ引き続きね、普通にモミジ小僧を倒していきます。次もこれ倒してからも出てない。小僧ってこういう動画にしかわからない。つまりこのもみじ谷にしか
このもみじ狩りしかね、湧かないみたいなんですよ。どうしてこれのやつは出てこない。一応取れないね。ダメだね。心がでっかどうか分かんないよこれ。はい、ね、さっきね、ペイさんが見たら、なんかね、狩猟の記章を押しても、もみじ構造出てきたみたいなんで、普通のやつもね、やった方がいいみたいです。そうすると、もみじ構造が入ってる可能性があります。多分この近くだけだね。もみじ小僧のとこだけ。じゃ引き続き探します。あれ、あれさっきいたのに、あ、これか。あれあれ、いなくなっちゃったよ。ちょっとね、今あれさっきいたもみ、あ、家の後ろにね、ありました。この後ろに、あれこれか。ちょうど家の裏にね、隠れちゃうんですよね、もみじ小僧が。はい、また出てきました。これで早めにね、40匹取って、あのタスクをね、クリアしたらね、帰りたいと思います。まだもうちょいかかりそうです。ちなみにね、もみじ谷こういう感じになってます。あ、結構ライトアップされてますね。うちらはちょっともみじ小僧で行ってます。観光客来るのさ、ちょっと引き続きちょっと捕まえていきたいと思います。はい、ちょっとね、うちらはね、もみじ小僧をね、探してるんですが、ここね、観光スポットらしくて、なんとね、上のもみじがね、結構すごいみたい。こういう感じで、まだね、紅葉はちょっとね、微妙に向こうの方がちょこっと紅葉してっかなぐらいな感じです。まだ緑だね。もうちょっと待った方がいいな。皇族のグルメだな、新しいやつ。急激に寒くなったんで、ドラゴングルメ。もうちょっとね、かかりそうです、紅葉は。というわけで、我々ね、もみじや、置いといて、もみじ小僧をね、捕まえていきたいと思います。違う。なかなか出てこないよ、普通の。心出た。計算が心が出たんで、いや、そっちじゃねえ。もみじ小僧の心がね、ちょっとね、最悪男の D は、すぐ最悪男じゃなくて、もみじ小僧の心がね、今、見たいとこなんで、なかなか出ないですね、でも、そんなに数は出てないみたいですね。たまに出るぐらい。はい、今ね、2匹出てきたね。ここともう一匹出てきた。これも、あー、でも一匹しか入ってないね。心がね、心が欲しいんですよね。もみじ小僧だけすぐにやられていきます。他のはちょっと強いね。さっきもね、もみじ小僧を倒しました。心がなかなかね、出ないですね。取られっかな。心がなかなか出ない。やっとね、もう一匹出てきました。これももみじ小僧。またね、一匹出てきました。これがね、多分ね、でも24時間多分出てると思うんで、これしばらくやってれば心 S とかね、もらえる人がいるかもしれない。一匹は欲しいね、心 D でもいいから。心が出るまで帰るまてんだったら多分帰れないね、これきっと。そして心出るかな。出ない。全然心が出ないです。はい、というわけで、我々ね、もみじ構造を求めて、とね、千箱近くのね、もみじ谷をね、今、散策しております。果たしてもみじ構造は出てくるんでしょうか。わかんないね。みんなね、こういう感じで今やってます。みんな、あっちからね、観光の人がいっぱい来てますね。こっちが。お茶通さず？いや、暗いから大丈夫なの。顔見えない。
あ、このちょうどライトがあった。ここで映せば俺、照明たかなくてもいい。あ、めっちゃ明るい。めっちゃ明るい。めっちゃ明るいね。あ、こっち見えない、今度。というわけでね、ちょっと今、こんな感じでね、今さ、探してます。もみじ小僧。出るでしょうか。なかなか出てこないですね。いや、結構ね、眩しい。ライトアップの明かりがね、結構きついです。じゃあ行ってみましょう。一応ね、今探してるんですけど、結構ね、もみじ谷はまだね、続くんですよ。こうずっと奥の方まで。こっから先暗いとこがね、続くんですが、多分ね、もう出てこないね、これ以上奥。あれからしばらく歩きますが、もみじ谷の終盤になってくると、こう普通の敵になっちゃうみたい。ん？ライト？いや、そっちは行かない方がいいんじゃん？そっちだってライトがないってことは行っちゃダメだってことだよ。あっちでね、なんか、行ってるみたいです。多分もうここは終わりだね、もみじ谷。こっちじゃないの。ここで終わりなんじゃん、もみじ谷。もうここから多分敵出てこないと思うんで、ちょっとね、戻りたいと思います。いや、ここ探しててもね、もみじが、もみじは咲いてるんですが、もみじ小僧がね、出てこないんですよ。難しい。はい。というわけでね、やっぱりもみじ小僧は、入り口の方から中盤までしかね、出てないみたいです。結構ね、奥の方はね、もうもみじ小僧のエリアから外れてしまうんで、皆さん気をつけてください。くれぐれもね、大体中盤から、最初のとこだね。ライトアップされてるとこまでぐらいいたとしても、多分もうライトアップされてるより向こう行っても出ないと思うんですが、今ね、試しにペースさんたちがね、ライトアップしてないところに向かってます。いや、もう多分出ねえと思うんだよね。一応こっちもね、こう普通の敵になっちゃいますね。やっぱダメだね、これライトアップ。あっち行ったらもう山の中だからね、あっちはね。行くの、あっち行くのかな。ちょっと分かんないです。ちょっとね、皆さん向かってます。あっちに向かってます。多分出てこないと思うけど、ちょっとね、これ戻った方がいいね。早めにちょっと戻ります。ちょっとやっぱね、あそこから先はもうもみじがないみたいなんで、この奥の方は出ないみたいだね。じゃあ戻りましょう。ちょっと、はい。ちなみにね、もみじ小僧を、20匹捕まえると、このね、もみじ小僧を20体倒そうっていうね、もみじの床がね、もらえます。さらにね、40匹とかいっぱい倒すとね、なんかもみじ小僧の、なんだ、象置物がね、もらえるみたいなんで、なんとか、倒していこうと思います。やっぱね、みんな達成が難しいようです。ここね、カップルがいっぱい来てますね。まだ持ってないです。今ね、2匹出てきましたね。やっぱこの中盤が一番出るみたいだね、きっと。ここで、ここで行ったり来たりが一番いいと思います。こっちを先捕まえとこうか。まぶしい思ったの、ツボ。これか。これ4匹とか出っといいんだけど、1匹しか出てこないね。はい、ちょっとね、今、我々はね、今やってたんですが、あっちにね、メガモンスターがね、出てるんですよ。新しいやつ。ナウマの。ほとんど盗賊だね。あれをね、ちょっと倒しに行きたいと思います。ちょっとね、多分あれは時間制限があると思うんで。ちょっとね、こっちはちょっと一回後回しにして、ちょっとね、メガモンスターの方やっていきたいと思います。S は出るでしょうか。強いの？はい。じゃあね、我々は初のね、ナウマンボーグ。ナウマンボーグっていうね、敵と戦います。果たして倒せるでしょうか。ちなみにね、うちらしかいないですね。他の人はいないみたいです。あとちょっとでね、始まります。音でいけんのかな、これ。ちょっと音を聞くしとく。ここに来る人はね、多分これやる人いないわ、多分来ないね。観光スポットではないんで、まもなく始まります。果たして勝てるでしょうか。あと5秒ですね。最初のうちはオートでね、行ってみましょう。やばそうだったら、戻しに。あ、装備失敗した。装備戻してなかった。まあ、いっか。もう行くしかないですね。果たして、勝てるか。
とりあえずね、オートでしばらくは結構いけるかな、これ。まあ、俺がね、弱くても他の人がみんな強いんで、いけるでしょう。わかんないっすね。俺、3位だね、今んとこ。あと12分しかないんだけど、まだ大丈夫だね。あれマヌーサかかっちゃった。あれこれマヌーサ、あれこれはバグなんです。回復してくんのやばいね。まあ、フォトンとか食らった場合はね、ゴムとか使わなきゃいけないから、これやっぱ手動じゃないと厳しいわな。なんかでも手動だと与えるダメージ減りそうな気がするね。あ、やばい、全然やられる、これ。ちょっとそろそろやばいかもしれない。これ回復落ちかないね。ちょっと待ってね。やばいかもしれない。やばい。あとこれ2回来たらやばいじゃん。ちょっと待って、これやばいね。ちょっと、手動に切り替えます。あ、やばい。あ、やばい。やばい。やばい。やばい、やばい。あー、死んだ。これ無理だね。回復に回ります。失敗したわ、これ。ゴムで。やばいよ。世界中の若葉。もうゴムで。もうね、これはそれで。これもう一回来たらやばいね。早くやらないと。あ、待って待って。あ、マジで見たい。もう一匹の回復、もうね、こっちはね、ひたすら回復だね。他の人にね、任せで、またね、こういうせこい系になります。あ、調子でいくかな。あ、やっぱね、回復してる間にどんどんね、やばくない？やばくない？やばいよ、これ回復がね、落ち着かないね。このバギが2回連続で食ってやばい。あ、やばい。あ、やばい、何、こんなに来んの ?2 回攻撃を2回やってくれる。もうダメだな、これ。回復が落ち着かないか。もうなんか回復。他の人に流せますよ。俺の攻撃力は大差が出ないからね。私は防御を一服ですね。とりあえず全滅と200点もかかってたから、全滅だけは避けたいところです。やっぱね、レベル5の武器はないからね、やばいね。俺常に4位だよ。あ、倒しました。しかしね、果たして、これで心がね、S が来たら嬉しい。けどまあ、そんな来ないよね。まあ、C だとありがたいね。何が来るか、あ、やっぱ D か、しょうがないですね。まあ、D でもいいともしましょう。でも D はそんなにねもらえないと思うんだよな、ね、このね上位3人には入れない。俺はレベル5の武器がないからね、やっぱダメだね。まあ安定のスライディーさんがね1位ということになります。俺はね4戦だからやばい。2倍ぐらい差が開いてる。このダメージの量。ちなみにね、3位と2倍の差がね、あります。これがね、レベルの5の武器があるかどうかのね、差なんですよね。もうレベル5が出るまでは俺ね、勝てないですね。もう挫折感が半端ない。ちょっとやってるんですけど。体っこは、強化的に若干出たかなって感じですね。というわけになりました。ちょっとね、図鑑にね、登録されました。最初の1匹だったので、果たして、ちょっとね、図鑑見てみましょうか。あ、水辺だからね、つむりんまま出てますね。まあ、一致して。心ね、先取ったの見てみましょう。あ、
ちなみにこのこれだね、ナウマンボウ、ナウマンボウグか。あー、やっぱね、 D だからキラーマシンの C と比べると、まあ、回復魔力だけ高いような感じだね。特殊効果は多分 D はないね。やっぱり D では特殊効果は得られないようです。やっぱりね、最低でも B とか A とかしないとまずいみたいです。じゃあもう一回ね、もみじ狩りに戻ってもみじ狩りしたいと思います。では、はい、じゃあね、我々はね、今またね、またもみじ谷にね戻ってきました。というわけでね、引き続きもみじ狩りをね、まあもみじ小僧狩りをねやってみたいと思います。果たして、一匹出てきたね。また一匹つかない、こういう感じで、はい、二匹出てきました。これね、これ当たりだね。じゃあこういう感じでみんなやってみます。ちなみに一応ね、こんな感じで、こっちはとってもいい、ね、この角度でこういう感じです。じゃあ、ね、あ、こういう感じでやっておりますそれで、ね、よし、まだまだもみじ狩り頑張るぞ。引き続き頑張っていきたいです。それではもうちょっと溜まったらね、また連絡します。果たして心 S は来るでしょうか。 S もみじ小僧、あ、だめ、来ないかな。ダメだ、出なかったっす。すみません。あ、はい、どうも、一般人です。今ね、ちょっとね、午後7時、7時回ってんですが、なんかね、もしかすると7時過ぎるとね、出なくなるのかもわかんない。なんか調べたわけじゃないんですけど、脇がね悪くなってるっていうか、なんかさっきよりね全然出てないんですよ。しかもこれね、ライトアップ終わっちゃったらね、さすがにできないんで、ライトアップが終わる前には捕まえようと思ったんですが、7時になってからまだね1匹も今んところ出てないね。やっぱね、夜遅くまではね、もみじも枯れないようです。あれ、ここにゴミがついてる。あ、さっき仕事やってた時についたやつだ。ほぐろがつきっぱなしになってます。これ、あ、だ、落ちたね。というわけで、皆さんもね、もみじ狩りするときにはね、昼間のうちに行った方がいいかもしれないです。じゃあね、ちょっと引き続き7時以降、もみじがね、取れるかどうか検証してみたいと思います。もしかすると出ないかもしれないね、もみじ。そういえば、もみじ、夜だとね、よくわかんないですね。ライトアップしてないと。ちょっともうちょっとね、検証してみたいと思います。あ、すいません。ね、さっきのね、午後7時から出なくなるっていうのはね、やっぱり誤報でした。今、ペイさんがね、一匹出てきたみたいなんで、やっぱね、7時回ってもね、出るみたいです。というわけでね、なんかでも、あんまりね、出なくなってきたような気はするんだけど、まだね、もうちょっと粘っていきたいと思います。一回見来た時よりはね、明らかにね、出てないです。もう敵すら出てない、ね。もうちょっと回っていきたいと思います。それでは。なんかね、ネットの書き込みとか見ると、匂い袋を使うとね、なんか、いっぱい出るとかっていうね、噂がね、流れてるみたいなんですよ。さっきペースさんがやった時はね、なんか出なかったみたいなんですが、もしかするとね、出るかもしれないんで、ちょっとね、私も使ってみたいと思います。匂い袋。果たして出るんでしょうか。これ、まあ、5分だけどね、まあ、ちょうどモンスターも出てこなくなっちゃったんで、ちょっとね、やっぱり4勝にちょっとね、下げました。敵が強いんで、MP なくなっちゃうんで、ここあんまりね、回復するとこはないんだよね、もみじ谷。なんでね、気をつけましょう。ちなみにね、夜の景色は、まあ、こういう感じになっております。まあ、景色は綺麗なんですけどね、もみじがあんまよく見えないですが。でも、なんかやっぱり普通のだな。もみじは出てこないね。こんな入ってるかと思いきや入ってないね。ダメかな？かどうか。出ないなぁ。普通のやつしか出てこないね。ここに入ってんのかな？入ってるか、入ってないなぁ、やっぱり。
はい、やっぱりね、匂い袋を使ってももみじ小僧はね、そんなに出てこないみたいです。やっぱね、あれガセネタだね多分。それかもしくはたまたま出たか、どっちかだと思います。今のところ3回目やっても一匹ももみじ小僧が入ってないです。やっぱりね、一応普通のやつかどうかわかんないんですが、一応ね3匹ね、さっき確認しました。あと2匹ね、出てるんで、これをなんとかね、寄せて倒したいと思います。はい、消えな、消えちゃう、消えちゃう。しこいてね、こう、引き寄せて。これがね、いっぱい倒さないと帰れないんですよね。一応。場所的な問題もね、あるかもしれない。もう出なくなったね。入ってんのかな、入ってないなぁ、ね、結構ね、時間帯でもみじ小僧率がね、アップしたりしてるかもしれない。なんかここ最近なんかで結構出てますね。匂い袋をもう使ってもね、その出る時間帯、湧く時間じゃないとね、出てこないみたいです。出ない時もあるんで。さっきもう一匹出てたね。あ、来た。ついにね、もみじ小僧の心が出ました。どんな感じなのかな？ちょっとね、見てみましょうか。あ、でもこっち、先に倒しちゃうか。いるうちにね、やっとかないと。クリアできないんで、ちょっと後でね、スキルとかね、あんのかどうか見てみます。ゾーン、ちょっとね、じゃあさっきの心をね、見てみましょう。結構どんな感じなのか。確かね、あれ、いつの間にか窓ハンドのネスが来てる。聞いた話では結構心のあれが低いようなんで、多分ね、始めたばっかりの人とかはね、貯めやすいようになってるみたい。これじゃあ心見てみましょう。あ、まあさすがにね、そんなに強くないね。特殊効果もね、ちょっと見てみましょう。あ、でも特殊効果ついてますね。バギー属性呪文ダメージがプラス 1%。でも D でこれがついてんだから結構ね、いいと思います。スキル、ヒットポイント、回復効果がね、3%? ああ。じゃあ、麻痺耐性もついてますね。麻痺耐性、プラス 5%。これやっぱ総量につけるべき心だね。あ、まあ緑だからそうなんだけど。まあ 1%、まだ D なんで、もしかするとね、S まで行けば結構ね、もしかすると、序盤では使い物になるやつかもしれないです。まあ、序盤ね。後半になると、ちょっと厳しいかもしれないけど、さらにもうちょっとね、貯めてみましょう。C とかね、S とかになれば、どれぐらい行くのか、知りたいです。はい、やっぱりね、匂い袋は効果ありですね。やっぱりね、匂い袋で一緒にね、もみじ小僧出てくるみたいなんで、皆さんも、もみじ小僧をね、早く50匹捕まえたい方は、匂い袋の方、ぜひ使ってみてください。早く捕まると思います。多分50匹がマックスだね、きっと。置物もらって終わりだと思います。まだ俺はそこまで行ってないです。はい、さっきね、ついに2匹一緒に出てきましたね。これはここしかもさっきね、見たら3匹出てたんで、結構ねポイントで出るポイントがやっぱりねあるみたいです。出なくなった、こっちが出るとあっちが出なくなる。どっか行ってん、いやいや、なんで来たの、いや出るポイントだって聞いたんで、すいません、邪魔しないで、すいません。匂い袋、あ、こういう風に出てきますね。
また匂い袋使うといっぱい出てきます。はい、さっきね、あのもみじ小僧ようやくね、あの55匹になりました。あ、なったかどうかわかんない。50はいったと思うんだよ。50がマックスみたいで、マックスっていうかね、あのとりあえず、あの置物がねもらえるのが、あ、50クリアしたって出たね、上に。これでね、あのミッションっていうやつですね、このイベントっていうところを押すと出ます。これで、あ、これで出ましたね。このもみじ小僧を50体倒そうっていうのをね、クリアしました。これで置物もらえるんで達成。あ、これがねもみじ小僧のあの置物ですね。まだもっちゃんの部屋がごちゃごちゃするまた部屋にね飾れますあとはここまで来るとね、次やることといえばもうこの図鑑でもみじ小僧のところがあるんで、どのあたり、下のあたり、一番下の方らしいですね。この図鑑は下の、あ、ありましたね、もみじ小僧の図鑑。これ今シルバーになってるんですが、これぐらいだね、やるとすると。あ、これジムがね、もらえます。あ、20。今ね、25匹なんで2つまでいってます。これの場合ね、90匹までやんないと、あの、7色まではなんないんで、まあ、そこまでやるのはね、ちょっと厳しいかもしれないですが、まあ、あの、気力と時間がある方は、チャレンジしてみてもいいかと思います。ちょっとね、我々はもうね、あの、疲れ切ってしまったんで、これからね、夕飯を食べに行きたいと思います。というわけで、もみじ小僧を撮ってみた動画でした。このモーションがね、なんか、AR っていうのがあるんですよ。このモーション AR。これやると、なんか、仕草がね、変わるみたいなんで、まあ、その仕草がね、欲しい人はやってもいいかもしれない。どこにいるの？どっか、左？あ、これ押せば出るのかな？あ、出てきましたね、もみじ小僧。これが、これ、しゃがむと下から映るのかな？あれ？意味がわかんない。下にいっぱなしなの？これ上に来るの？これ下にしか出ない。これ、どうやって？まあいいや。あ、こういう感じでね、見られます。いかにもここにもみじ小僧がいるかのようなね、映像が撮れます。ここでね、モーションやってみましょう。少し光が出てるところでね。ここで、まあ、この辺りに出してみましょう。はい、出ました。今度はね、もみじ小僧がこう浮いた感じにね、撮れます。押すとなんか変わるのかな、もしかして、モーションが。あ、なんかね、こう、なんか手で挟んだりするやつがありますね。あ、他にもいろいろ、あ、これね、この手で挟んだり、あと足で蹴ったり、こういうモーションがね、クリアして、ゴールド、あ、7色までいけば、いろんなね、仕草をやってくれるみたいです。私はね、まだ2つしかクリアしてないんで、足で蹴るやつとね、手でパチンってやるやつしかね、映んないみたいです。じゃあ、皆さんもよかったら集めてみてはいかがでしょうか。それでは、また来週会いましょう。バイバイ。